바란니 다스티미라 유력 캐라반 서로이브입니다. 아, 다스티미라와 오너의 아인 미즈카라 산가다. これまで 表舞台に 出ること を避けていた はずなのに. 아인 って 相当の 手だれなんだろ? 普通の ゴッドイーターなのに 変色因子の 調整なしに 海域での 活動ができるとか. マジかよ それ. 化け物じゃん. 化け物といえば 来てるぜ。 クリサンセマムの鬼神が。 あいつは噂の? あんなおとなしい顔して 海域士を倒しちまうんだろ? なんか怖えな。 総督がいらっしゃるぞ。 本日、ヒトロク〇〇をもって フェンリル本部奪還作戦を開始する。もはや多くを語る必要はない。人類の未来のためにただ成功あるのみだ。これより作戦の概要を説明する。作戦は3つのフェーズに分かれ順次展開していくことになる。フェンリル本部を頂上と仮定した未踏海域の東半ルートを3つ用意した。 それを複数のキャラバンで同時的にアタックする第一フェーズ。第一フェーズで構築した航路をもとに、後続の支援部隊が移動を開始。前線で待つキャラバンに物資を送り届ける第二フェーズ。そして、すべての準備を整えた後、部隊を再統合。すべてが闇に包まれた真相を踏破。 フェンリル本部に至る第三フェーズ。俺らはどのルートなんだ？先にも伝えした通り、海域シュワラガミの排除がこの作戦の鍵を握る。事前の調査により、ある程度の生息域を割り出すことに成功した。それはこの南北に迂回する航路であり、まさに最難関かつ最重要ルートと言っていい。 クリサンセマン、君たちの獅子奮迅の働きに期待する。そして彼らの支援を担うキャラバンはバラン。第二フェーズの要はダスティミラー。大規模輸送船団を有するその力を存分に発揮いただきたい。第三フェーズは我がグレイプニルの精鋭たちをはじめ総力で活路を見出す。 仕事の時間だ。
気配がなくとも警戒を怠らないでくださいね。 Thank you.
生き残ったか。苦戦させられるとは。楽しかったよお前ら。